フリークのホルヘチャベスホルヘチャベスは、航空黎明期に活動したフランス出身のパイロット。アルプス越えの飛行に挑戦し、着陸寸前に墜落し、事故死した。パリでペルー人の両親のもとに生まれた。バイオレットスクールで工学を学んだ。ファルマン兄弟の飛行学校に入学し1910年2月28日、ランスで初飛行した。 フランスやヨーロッパ各国の飛行協議会に参加し8月8日にはイギリスのブラックプールまでブレリオタン容器で飛行し1647メートルの高度記録を記録した9月6日にはフランスのイシュレムリノを上空の飛行で高度記録を2652メートルまで伸ばしたこれらの成功をもとにチャベスはイタリア航空クラブが設けた賞金2万ドル発の アルプス越え飛行に挑戦することを決めた。天候の回復を数日待った後1910年9月23日、スイスのブリークを離陸し、シンプロン峠を越える51分の飛行の後、イタリアのドモドス空ラ上空に到達した。着陸の前に飛行機は墜落した。以前の飛行で機体が破損した時の修理が不適当で、強い山地の風で機体が破壊したと考えられている。 チャベスは重傷を負い4日後に死亡した。チャベスの死は航空界に大きな衝撃を与え、ブリークと戻す空には記念碑が作られた。ペルーでは航空に関する様々なものにチャベスの名が与えられた。チャベスはフランスに埋葬されたが、1957年にペルーのラスパルマスのペルー空軍士官学校に墓が作られた。リマの国際空港は、 ホルヘ・チャベス国際空港と命名されている。空港には、チャベスの蒸気のブレリオクシーの模型が飾られていた。ありがとうございます。